皆さんこんにちは。久しぶりに完全に雨が上がって日も差してきて、外ではセミがたくさん鳴いてるんですけども、食虫植物たちもいつもの場所にですね全て戻しました。最近このチャンネルを見てくださっている方からのコメントなんですけども、食虫植物がね大好きになってホームセンターに行くとついついこう買ってきてしまって、どんどん数が増えていくんで、ちょっと最近はホームセンターに行くのが怖いですっていうコメントをいただきました。私もですね、その気持ち本当によくわかります。全然ね、別の用事でホームセンターなどに行ってもですね、ついつい食虫植物のコーナーを覗きに行くんですが、目新しいものなんか見つけるとですね、ついついこう購入したくなるんですけども、そこをぐっとこらえていつも帰ってるんですが、もうねこういった前振りっていうんですかねこういうのをやっているっていうことはまたやっちまったんですけども、その購入した食虫植物はですね、このサラセニア、プルプレア、ベノーサという種類の食虫植物です。手と比べると分かっていただけると思うんですけども、かなり大きな捕虫葉ですね。ずっと以前から栽培しているプルプレアもおそらくこのベノーサの系列だと思うんですけども、プルプレアもですね、プルプレア、プルプレアとか、あとプルプレア、ベノーサとか、あとベノーサの何々とか結構いろいろ種類があるみたいです。こちらもですね似たような特徴はあるんですけども、こちらの方がかなりこの蓋といいますか、この部分が波打って、あとねこう耳たぶのようにずっとこう前にこう垂れてきているみたいな感じになってます。まあこちらもですね若干その感じはあるんですけども、大きさもですねかなりこう比べると違いがわかると思うんですが、まあこちらの大きさに関してはもしかすると私の、まあ、栽培スキルがですねもう少し高ければなんかもっともっと大きく育てれるのかもしれないんですけども、今回こちらのサラセニアを購入しました。販売されている食虫植物もちろんね全てがそういうわけではないんですけども、大体のものはですね、まあ、サラセニアに限らずハエトリソウとかモウセンゴケとかも、こういったねピートモスっていうのが主な用土なんですけども、ピートモス以外にも混じってるとは思うんですが、こういったもので植え込まれています。で、これ自体がね別に食虫植物に合わないとか悪いってわけじゃないんですけども、ただ結構傷みやすかったり腐りやすかったりしますんで、これから1年2年とね長い目で見るとやはり植え替えをした方がいいと思いますんで、これからですね、植え替えをしていこうと思います。使う用土はですね食虫植物の場合栄養分がほとんどなくて弱酸性の用土を使います。一番代表的なのはやはり乾燥水苔ですね。水に戻して使うんですけども、戻す時間はですね人それぞれまちまちなんですけども、私はだいたい使う前日から戻して使ってますけども、まあ、最低でもですね 3,4 時間ぐらいはかけて、戻した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。あと土系の用土なんですが、鹿沼土、あとは赤玉土ですね。この3つぐらいが代表的な用土だと思います。続いて植え替えをする鉢なんですけども、今回私はこういう鉢を使いたいと思います。本来ね私はだいたいこういう素焼きの鉢とかダオン鉢とかですね、こういうのをだいたい主に使っている方なんですけども、ハエトリソウのブリストルトゥースを植え替えた時にもこういったちょっと色の鉢に植え替えましたけども、どうしてもねこういう鉢を使っちゃいますと本当に栽培家みたいなね、感じがしますし、まあ、部屋なんかでやられてる場合ですね、まあ、こういうちょっとした、まあ、おしゃれなと言いますか、こういう感じにして食虫植物があると、まあこんな感じならやってみようかなっていう方も中にはいらっしゃると思って、最近ねちょっとこういう鉢を使ったりもします。とにかくね食虫植物を育てようっていう方がねたくさん増えればいいなと思っていますので、今回はこの鉢で植え替えをしていきます。
まず準備なんですけども、この鉢の底にね必ず穴が開いているのを使っていただきたいんですけども、この穴の大きさがですね、これから鉢底の石っていうのを入れるんですけども、その鉢底の石が出ちゃうぐらい大きい場合はこういったね、あの虫除けネットっていうのが園芸店で売られているので、こういうのをこう下に引いてから鉢底の石を入れてください。で鉢底の石ですね、これはまあ軽石なんですけども、鉢底の石っていう名前で売られていなければですね、あの日向土っていうのがあれは軽石なんで、それを使われてもいいと思います。こんな感じに。では早速、このサラセニアをですね、このビニールポットから抜いて、今植え付けられているこの葉土を全部落として、こちらの方に新しく葉土で植え付けていきます。で、だいたい地表の部分が、この辺りになるように、あの株をねこう固定してやるんですけども、ある程度この新しい葉土を下に敷いて、こうちょうどねこう置いた時にそのぐらいの高さになるように、あのあらかじめこう少しこう入れていた方が作業も楽に行えると思います。葉土なんですけども、今回私はこの鹿沼土、これを使って植え付けていこうと思うんですけども、乾燥水苔を使われる方はですね、しっかりと水で戻した乾燥水苔を軽く絞ってですね、それから、サラセニアの根をこう包むようにして植え込んでいくんですけども、以前私が出したサラセニアの育て方と管理っていう動画があるんですが、その中で詳しく、実際にやって説明もしていますので、申し訳ないんですけども、乾燥水苔を使われる方はですね、そちらをご覧になってください。ではポットからサラセニアを抜き取っていきます。結構ね、食虫植物の中では、根っこを張る植物なんで、しっかりと張ってますね。でこうやってパラパラと優しく土を取っていきます。このようにある程度取れたら、今度はこちらの水の中に入れて洗っていきます。これから植え付けていくんですけども、サラセニア、このこういう塊ですね、この部分をあの土の中に埋まるように植え付けないでください。ですからここら辺ですね、この辺りからこう土になっている感じですね。ここが地表です。この根っこをですね、少しこう広げるようにしてこう置きまして、ここで固定して、でここに鹿沼土をこう入れていきます。で、私は毎度手でやってますけど、ちゃんとね道具がありますんで、皆さんはそれを使ってやってってください。土を入れ終わったら少しこうトントンしてね、それで下がってきてまた追加して、これで完成なんですけども、これからですね、土で植えた場合はたっぷりと水を上からかけてやって、ちょっとね最初は色のついた濁った水がこちらから出てくるんですけども、それがある程度透明になるまで水をかけます。はい、このようにねたっぷりと水をかけて、下からこういった今色のついた水が出てきますけども、これがねある程度こう色が取れるまでやっていきます。仕上げに苔をね少しだけ敷きまして、これで完成です。かなり大きな捕虫葉をしてますし、あとこちらのね、鉢に植え替えたことによってさらにこう存在感のある姿になりました。最初はですね少し株の方がこうぐらついたりすることもあると思うんですけども、こう時間が経つにつれてね、こう中で根を張っていきますんで、そうすれば安定すると思います。今回はサラセニア、プルプレア、ベノーサを紹介しました。このチャンネルでは食虫植物に関するいろいろな動画を上げていきます。
特に初心者の方、これから栽培を始めてみようかなって思ってらっしゃる方はですね、参考にしていただける動画がいくつかあると思いますので、これからもよろしくお願いします。